武田大順2月12日から1976年10月5日は、日本の小説家、浄土宗僧侶、大正大学教授、陽明閣、第一次戦後派を代表する一人、左翼運動から離脱後、大順と解明、特度した。その後、家中に出生、除退後、表伝、千葉戦を経て小説に転じ、まむしの末で認められた。その後も、 思想的重量感を持った作品を発表し、幾苦折もする人間生存の書相を描き出した。妻は随筆家の武田由里子、娘は写真家の武田花。兄は水産生物学者、東大教授の大島康夫。叔父に僧侶、仏教学者、社会事業家の渡辺海局がいる。東京市本郷区にある浄土宗の寺に、大島康信の,の三男として生まれる。 長い間、次男とされていたが、上田女子短期大学教授の長田真希の研究によって、溶接した、時計、深夜がいたことが、明らかになった。出生名は佐藤氏。父の死にあたる武田薫淳氏に養子に入り、武田大順と生命を変更する。京北中学校、浦和高等学校を経て、東京帝国大学文学部品文学科に入学、武内義美と知り合う。 左翼活動を繰り返し、一年の時、中央郵便局でゼネスト呼びかけのビラ配布に参加して逮捕され、一ヶ月ほど警視庁丸の内署や本藤署に身柄を拘束される。釈放後に大学を中退し、1934年、路人の弟、周作に来日歓迎会を機きに、在学中の竹内義美らと共に、中国文学研究会を設立する。 1937年、家中先生に送られるが2年後に除隊される。1943年、芝戦観光。同1943年には、中国文学研究会は解散する。終戦時には、上海に滞在していた。日本に帰国して、1947年、マムシの末発表。同年、北海道大学法文学部助教授として勤務した。 翌年には近代文学の導入となり、作家活動に専念するため退職式教。1951年、小森社社主の森谷仁志がオーナーで当時文学者が多く集まっていた、神田の喫茶、文断バーの乱暴で働いていた鈴木ゆり子との間に子ができる。長女、花の誕生と共に、11月に鈴木ゆり子と結婚。 戦時中に起きた知床岬沖で遭難した船長の食人事件をテーマに1954年光ごけを発表。この作品により前日の事件は光ごけ事件と言われるようになった。北海道滞在時に接した犬を題材にした森と湖の祭りが発表直後の1958年には映画化された。翌年には2.26事件を舞台にした。 貴族の階段が吉村孝三郎監督で映画化された。1964年、藤桜高原の別荘地、地富士山に別荘、武田山荘を構え、東京都港区赤坂の自宅に加え、よく過ごすようになる。1969年10月から週の半分を過ごしている、山梨県南鶴郡丸沢村の藤桜高原山荘から着想を得て、 太平洋戦争末期の富士北陸の精神病院を舞台にした長編小説富士を文芸雑誌海に連載し1971年に刊行した富士執筆中に狩猟が増え刊行後は糖尿病原因の脳血栓症で入院変麻痺が残ったため以後の作品は妻百合子の口述筆記により書かれた1973年に快楽で 日本文学大賞を受賞。1976年に、めまいのする散歩で、野間文芸賞を受けるも、秋風修人を憂え殺すでの1968年度、芸術編章文部大臣賞や日本、芸術委員会員の選出などの国家的栄誉は、辞退し続けた。1976年10月5日、胃がん及び転移した、肝臓癌のため、 東京時計会医科大学附属病院で死去64歳。改名は、強連者健保まで承認大順を承。未完作に、上海のホタル。葬儀等の後の整理は、遺言で、竹内義美と、萩谷竹志高に託された。没後間もなく、竹内らにより、増補版全集が刊行された。大順の残した2000点以上の資料は、 娘の花により2005年に日本近代文学館に寄贈された。資料の中には中国への従軍時の日記、従軍手帳もあり、大順が個人的発報を行ったことが記されていた。なお担当編集者には村松智美川西正明がいる。川西は武田大順伝により伊藤西文学賞を受賞した。発見された幻の手紙。 武田大潤の詫び上公文社月刊、宝石1994年8月号、及び武田大潤研究マイナス一数の助籍等本を通して、上田女子短期大学国語国文学会、学会第11号1995年、官報第百2 7 7号、昭和6年4月6日、P152、官報第二2 9 0号、 昭和6年4月21日、P546、高島敏夫、本は面白ければいい。P165 から166このあたりは、武田由里子、富士日記に詳しい、岩井博史、作家の臨終、防秘辞典191ページ、川西正明、武田大順日記を読む、朝日新聞2006年1月12日夕刊。ありがとうございます。